橋本康氏は、日本の農業工学者、農学博士、愛媛大学名誉教授、日本学術会議会員、リューク大学客員教授、国際児童制御連盟理事、日本農業工学会長、日本生物環境調節学会長、日本植物工場学会長、農業情報学会長などを歴任。専門は、植物生態計測学。 植物環境調節学、太陽光植物工場のシステム制御工学。栃木県立宇都宮高等学校を経て、東京大学に入学し、農学部農業工学科に進んで、農業機械学を学んだ。1962年に、同大学を卒業、同大学院数物系研究科修士課程、さらに同大学院農学系研究科博士課程に、進学した。 そして、生物環境調節学講座を専攻し、杉次郎教授に指示した。同博士課程修了と同時に、当該分野では、東京大学に次いで、全国で2番目に新設された、愛媛大学農学部農業工学科農業、環境工学講座の助教授に採用された。また、百六十二年に創設された、日本生物環境調節学会の杉会長、 船田総務理事のもとで、当該分野の研究を推進し、その発展に尽力した。恩師、杉次郎は、生物学領域と工学領域にまたがる、学際の重要性を認識し、俯瞰的領域のイノベーションを目指し、東京大学退官後は、日本学術振興会の初代常務理事として、現在の JSPS の枠組みを構築した。 その直接指導により研究活動を行ったため、同工学部、理学部の関連学術の講師となる初研究室に派遣され、各分野の最先端の知識と学際的な研究の重要性を学んだ。学会活動は多岐にわたり、日本生物環境調節学会はもとより、日本農業工学会、日本植物工場学会、農業情報学会などの会長を務めた。また、 計測自動制御学会の調査、研究委員会や国際自動制御連盟委員会、等の委員長等を歴任した。さらに、日本学術会議の改革に整合させ、学術的基礎に重点を置く、日本生物環境調節学会と、その応用に重点を置く、日本植物工場学会の合併を主導し、日本生物環境工学会の創設に尽力した。そして、 当分野の活動の拡大に貢献している。特に、生物環境調節に関わる科学は、栽培整理の計測、栽培プロセスのシステム制御等、生物学と自動制御工学を融合した俯瞰的研究に発展し、長らく繁栄してきた北欧における、グリーンハウスホーチカルジャーも、1970年末、頃以降を押し寄せた、コンピュータエイジの荒波で、 従来からの学術秩序に変革をもたらした。そして最近ではこの分野でも学際化の重要性がある種の危機感を伴って認識され始めている。国際学会の動きとしては従来からの国際園芸学会が巨大なグリーンハウスの新時代のコンピュータ制御に手を打つべくイファクトの学術交流に動いている。このような時代の流れの中で恩師、 杉次郎を呼び船田真まねの先方体として、1983年に植物生態計測の分野で、当時、世界をリードしていた、米国のオスカロライナ州ダーラム市のデューク大学理学部に、客員教授として招かれ、生物環境調節分野の学際的研究を推進した。今日、太陽光植物工場として期待される、園芸生産システムは、 植物生態計測応用と栽培プロセスのインテリジェント制御を二つの大きな柱としている。約30年前に北欧で注目された SPA は、デューク大学の先進的な生物計測という講師、ワーゲニンエン大学の生物学の巨匠ピーゴストラ教授が、刑事上的に掲げたコンセプトを、橋本が具体化し、プライオリティを認められたものである。 生物学とシステム制御学にまたがる新しいコンセプト SPA は園芸学と工学を俯瞰的に追求するキーワードであり、ワーゲニン間大学の研究者らと協力して、この SPA を二式のお旗に、リファクにおいて1990年に活動拠点となる国際技術委員会の構築を実現した。その後、この TC は農業関係の栽培や収穫、 貯蔵等の重要なプロセスのシステム制御、さらにはバイオロボティクス等々に大きな成果を上げている。そして、1990年に TC を立ち上げて以降、そのチェアマンに就任し、以降、順次、TB、カウンシル等々、2005年の引退まで15年間、この分野の学術振興に主導的立場で関わった。なお、イファクには、 日本学術会議が1971年に加盟。初代理事は、金重広志郎東大名誉教授。第四代理事、沢原義義和京都大学名誉教授は、イファク会長に就任し、1981年に京都で第八回世界大会を開催し、日本の工学水準を世界に示した。その後、古田勝久理事の後を受け、日本から第十二代目の理事に就任した。 2010年以降、原点に立ち返るかのように、30年ぶりに、愛媛大学とワーゲ人間大学が、国際学術交流を再開し、第2世代の SPA の研究が行われている。太陽光植物工場へのさらなる貢献を目指しているが、SPA 実装による成果の一部は、北欧に比べて遅れている日本の施設園芸を、近代化し、革新をもたらすと期待される。 文部科学省学術審議会の専門委員や、大学評価、学位授与機構の研究評価専門委員などを務めた。特に、2002年、大学評価、学位授与機構の研究評価委員会において、情報化時代への対応を目指して、農業工学分野に、農業土木学、農業機械学、生物環境調節、農業気象学の従来の3分野に、新たに、 情報工学を加えることを実現し、農業工学分野が一層活性化するトリガーを与えた。また、2000年に日本学術会議会員に選出された。2003年からの第19期においては、組織制度上地委員会委員として、学術会議の大改革に貢献した。さらに、2004年6月に、同会議主催のシンポジウム、大都市の未来のためににおいては、 セッション2の基調講演、大都市の生活を幸せにお報告し、他方、太陽光植物工場は、世界の数勢と異なり、日本では遅れているが、国益のために取り上げるべきとの、日本初の公的報告書日本学術会議から発信した。農業工学は、農業分野における、工学基盤、すなわち、農業土木、農業機械、 生物環境調節学と順次歴史的発展を遂げてきた。現在、太陽光植物工場に見られるメガスケールの先端的な巨大栽培システムが出現し、各個別技術からシステム化、情報化へ大きく展開し、栽培に関わる生物学を包含した工学と生物学との俯瞰的学術振興の必要性に迫られ、国際化が不可欠になっている。 工学面では、対象を限定するより、幅広いシステム制御へ、すなわちシステム科学思考へ、他方、栽培面では、情報化時代の今日、時間軸が長い測定に基づくより、各種センサによる計測データをリアルタイムで活用する SPA を前段とする、コンピュータによる栽培プロセスのインテリジェントシステム制御へと、イノーベーションを遂げつつある。西洋では、 従来からの国際演芸学会と国際児童制御連盟が協力し、この俯瞰的学術分野の振興を図っているが、日本ではその協力体制が未だ機能しているとは言えない。イファ学の第8回世界大会の会場を務めた小沢浪義義和兄弟名誉教授は、制御工学からシステム科学へと概念を拡張し、以後医療、生物、 社会科学の関連学術振興に大きな流れを構築した。ものづくり世界一を目指した先人の異業を忍び、生物生産分野である農業も、生物学とシステム科学の俯瞰的視点で、今後の食料問題の解決に向け、関係分野の学術振興を図り、各界、各層の科学者とのオープンな論議が必要であると、橋本は長年主張し続けている。ありがとうございます。